ケモンソルジャーの A0 です。アコフナイです。4人で協力合体お絵描きよっケソルといえばお絵描きいつの間に4人で協力といえばプケソル、まあまあまあ、まあ、ギリ。つまり4人で協力してお絵描きしたらすごくなるはず。漠然としてるな。なので今日は4人で協力して一つの作品を作っていきましょう。今回のルールはまずお題が発表されるので、そのお題に沿った絵を4人で協力して1枚の絵を完成させます。例えばこんな感じで、要はエクゾディアみたいな感じで合体したら、まあ、1枚の作品になるように頑張って絵を描きましょう。この例完璧やな。これうまくいきすぎだな。この例は全部俺が描いたんですけど。いけるいける。いつも絵描くときってあんまり参考画像とか見ずにやってるよね。うん、今回もなしか。みんなの想定してる絵が同じじゃないとめっちゃぐっちゃぐちゃになるみたいな説はあるけどね。ポーズが違うとな。そうけど、どうする。確かにポーズは重要だよね。じゃあ参考画像は最初の10秒だけ見て目に焼き付けましょう。楽勝だよそんな。まあ10秒見せてくれんならいけんじゃないですか。4分割したらその絵のひどさも少しはねごまかせるでしょう。絵がひどいやつがいても4分の1やからね。足は上手いから俺右下やるわみたいな。でもありよ、そこ自由な。ご自由に、まあ、やっていって、俺顔は描けねえわってなったらポジション変更するのもか。今回協力だからね。でもいつも協力とか言いながら先般探してる人いるよね。そういう人もいるよね。よくないね。よくないな。仲良くね、協力しようよ。みんなで手を取り合って絵を完成させましょう。では第1問、お題は人手間。お手本はこちらです。うわ、なんか微妙に、あーなんか、あー1、2、3、4、5、6、はい終了。うわーもうむずいわ。ちょっとやばいかも思ったよりシンプルじゃなかったかもいやそう、正面図じゃないから。これどこ担当しても一緒じゃね。どこでもいいよ。じゃあ左上から A0 を切ないヘルピン箱舟で。4分割でしょ。むしろあの絵を見たせいで4分割が微妙になんかブレるような気がしてきた。空間把握能力が問われるな。どこに切れ込みみたいなの入ってたっけ。覚えてねえな。でも、もう全然もう覚えてない。やばいこれ。あれこんなんだっけ。あれもっと大きくした方がいいんかな。あれ絶対ちゃう。なんかめっちゃブサイクな気がするな。サイズ感も大事やからね。いやそうなんだよね。いやダメだ、これ全消しよう。全消しマジか。やばい、取り返しがつかない。あれ消したらなんかもっとひどくなった。さらに忘れた。どんどん記憶がなくなっていく。できた。はいはい。だいぶちっちゃかったなんだこれは。ぐちゃぐちゃだ。サイズ感は A0 説明さん箱舟のサイズ感同じじゃない。割と思ったよりちっちゃかった。正解はこうってことは、え、おい一番上手くね。やっぱ A0 さんがどうよ、手の位置とか。確かに A0 はまあうまいうまい。なんか剛毛じゃない。塗るの省略しただけね。ほら黄色と黄土色の区別を黒入れることで表現しただけね。色なかったから。色がないからね。なんだ、真ん中の黄色いところのさ、こう筋の部分あるじゃん。その位置が俺違うんだけど。船の筋のところキモいな。なんだろう、なんかキモいな。左右対称に見えて意外と右だけなんかニョキってなってるの。そう、なんか右だけ模様が多いのよ。右側の方が大変ではって。だからこれ運負けなんだよ普通に。だからあと下もか、下もなんか生えてるからそれも運負けなんだよな。でも残り半分をヘルピンさんが描いていないと。最初の本当にサイズ感を決めるときにもうどんどん記憶が失われていった。もうもはや何も見てないのと一緒だ。A0 さ、これ手半分さヘルピンさんに渡してないのどうなん。え、渡さないでしょ。だって半分4分の1この絵的に。絵的に星なんだから。いや絵を見てだから、いや絵を見てやるっていうからちゃんと絵に沿って描いたんだけど。ヘルピンさん半分渡してくれると思ってるからそれはある。行き場のない手があるな。俺と船こうやって分かち合ってるのに。この切ないさんのその下に渡す感じをイメージしてたんだけど、完結されてるんだけど。この黄色いさ、あの腰の右側にだけあるじゃん。ここで切ると思ってたんだけど。まあまあ場所的にその辺ではあるよな。確かにな。実際これを読むかとしたらそうじゃない。映像の言い分もまあ分かるといえば分かる。協力してる感でもな、パスしたいよねやっぱね、書くなら。でも人手間の絵を渡されなかったら半分渡してたね正直。渡されたからじゃあ書くかって思ったけど。そんなポーズとか見てなかったわ。人手間だからこういう渡し方するだろうと勝手に思ってた。って考えるとさ、やっぱさ絵見る方がさ良くないという説ない。なしでやんの。でも見ないと分かんないけどな、マジで大丈夫かな。もうほんまに分かんないけどな。じゃあ次参考画像なしで。マジ見なかったら黄色の中とかよく分かんなかったの絶対。もっと化け物生まれてた。
回なしでやってみる？バケモンの方が面白いでしょ。じゃあ次、参考画像なしで。二つ目のお題は、ラブカス。まずいなぁ。ラブカスってそんな書く場所あんの？書くものあんのかな？場所どうする？このままでいい気がするな。まあ要は俺がケツの部分書くってことでしょ。どっち向きか大事だからね。あ、確かに向きは大事で、向きはいやそうだよ。でもラブカスと言ったらこっち向きってのがやっぱあるじゃん。あっち向きはなんかイメージつかないから。ラブカスといえば、ラブカスといえば決まってるでしょ。寝る向き決まってる、同じだから。どこまで俺に渡してもらえるんだろう。でも普通に考えてさ、 A0 の絵をイメージしよう。さっき誰の合わせ。いやさっき正直あさんだけちっちゃかったじゃん。いやこれむずいよな、場所。っていうかラブカスってこれ以外に書くものあんの？いやいや、いろいろ。ラブカスってこれ以外に何があんの？まあ、いろいろあるでしょうよ。俺もあんま覚えてねえけど。もっと太いかな。そんなにラブカスって悩む？はい、答え合わせどうぞ。ん？なんか気持ち悪い。何これ何これ。これはいいだ。エンゼルヘルピンいい感じに割とうまくいってない。これちょっとペンやばいのは船じゃないか。どことつながってんのその方。それ顔とつながるじゃん。僕は顔となんでそんな傾いてんの。エーゼロとヘルピンさんが全然書けないじゃん、そんなに書いたら。俺で何を書く。さあお手本見せて。お手本、公式絵はこんな感じです。目の下に模様なんてあったんだ。ほっぺたあるからね。いやそんなおかしくないけどな。いやおかしい。俺がどう書いたらそこに繋がるね。ラブカスも失敗。これはだ本当に大失敗。では最後3つ目のお題、カビゴン。わー、これはポーズ大事やろ。カビゴンといえばみたいなのはあるから、こんなもんでしょっていうポーズあるから。その辺のポーズが重要なのは、担当としては上側じゃないのかと思うんだよな。まあ顔を描かなきゃいけないから、まあポジションどうする、交代する。そう、顔任せてほしい。誰かに任せたいんだけど。じゃあ俺上行こう。じゃあヘルピンさんと交代するか。じゃあ別内さんは行く。船に顔を任せていい。逆にイケメンになるかもしんないよ。あでも顔は逆に描ける説あるの。上下逆になるか。お互い上下を交代。ちょっと待って、これちょっと待って、普通に思い出せないわ。描ける気しない。待って、何から描こうかな。バランスが難しいよな今回は。うわーちょっと待って、もう開始がわからん。こいつってこんなでかかったっけ。いける気がしない。まずいでごわすよ。またブサイクな気がするな。ん？あと何がいるんだ。いやめちゃブサイクだ、どうしよう、困った。なんで俺のカビゴンこんなブサイクなんだろう。うわどうしよう。あれこれ俺書きすぎなんかな。どうしよう、いっぱい書いてほしいな。以上書くものあるんかな。手とかさ、手 4本生えたりしない。まあ可能性はあるよな。心配だな。0本の可能性もあるし。0本よりか4本のがいいか。もういや結構満足だなこれ、上出来。はい、じゃあ答え合わせ。あーそっか。間違えた。なんでよ。いやそう、カビゴンその俺の方の手下げるの難しいんだよ。むずいんだろうなと思いつつ、華麗にやりたくなっちゃった。ヘルピンさんなんかうまくね。ヘルピンさんのいいねこれ。ヘルピンさんうまいね。いつもスリープで見てるから。寝る時のポーズ。それで言うと別に俺も下手じゃないと思うけどな。いやなんかちゃうくね。なんかおっさんなんだよな。ああほら手結構この星画像と合ってる。やっぱり分かってるけどね、その下げ気味のやつもあるなと思ったけど、ね、あーそうこれ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 。あれか、腹がこんなにどっぷりしてっから首の緑が見えないのか。なるほどな。その箱根のその首の下の部分とか見たことないけど、カビゴンのあると思ったんだけど。顔を上げればあるんだろうけど、走ってるカビゴンこうなんじゃない。いやそんなこともないな。あないのか。つながってんのかこれ。つながってるでしょ、だってほらつながってるわ。やっぱそうだよね。カビゴン5本指なんだ。本当だ、5本指だ。足は3だよね。足は3。そうだよね、だから手も3かと思ってた。船のチェブラーシカみたいじゃない。失敗。こうなると思ったよ。ということで4人で協力を絵描きやっていきました。まあこれは福笑い的な要素も含まれますからね。新年にうってつけですね。なるほどね、そういう意図だったわけね。図形みたいなポケモンよりちゃんと手足あった方がやりやすいのかもね。いや人出マンね、マジで何もイメージできなかった。難しかった。いや正直失敗と言ったけど、ラブカス以外は成功と言ってもいい。気分的にはもっと崩壊すると思ってた。まだわかるもんね、人出マンとカビゴンはさ。あー
それだなってわかるけど、ラブカスはちょっと、ラブカスはやばい。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。